じゃろくだ。どうも、しょうごです。インドはデリーにあるタージパレスホテルというところに来てます。今日はですね、このタージパレスホテルに泊まりたいと思います。まあ、なんでこのタージパレスホテルにしたのかと言いますと、2013年に天皇皇后両陛下がインドに来られた時にこのホテルに泊まってたらしいんですよね。実際に泊まって、まあ、どんだけすごいのか、みんなにお届けできたらいいなと思いますので、早速ですね、行ってみましょう。じゃろ。じゃろくだ。ついに入りたいと思います。おお、ベッドでかすごっ。よいしょ。デリーってこんな緑あったんやな。プールもでかいな。お、あとも泊まりたいのな。いやー、すごいな。おー、すごい。シャワーで、あ、見てこれ洗面台とうとうやね。アメニティがアーユルヴェーダ見えるか。アメニティもアーユルヴェーダ使ってるんですね。ユニットがすごい深い。よいしょー、深っ。これ寝れるやん、これで。早く風呂入りたいな、これ。こっからの景色もすごい。じゃろか。タージパレス のディナーを、これからいただきに行きたいと思います。めちゃめちゃうまかったです。ちょっとあと5分で2019年迎えちゃうんで、ちょっと広場、人が集まってるところに行こうかなと思います。じゃろか。やばいっすね。2019年のニューイヤーパーティーがちょっと今行われてるんですけど、みんなすごい、まあインド人もいるし、インド人以外の外国人もいっぱいいて、みんななんかクラブ状態になってます。すごい。はい、ニューイヤーパーティーがありまして、今夜2時なんですけども、まあちょっとぐっすり寝たいなと思います。おやすみなさい。はい、はい。タージパレス、泊まってみましたけども、皆さん動画見ていかがだったでしょうか。いや、もう僕はもう実際に泊まることができて本当にもう最高でしたね。部屋もすごい綺麗だったし、もうディナーもすごい美味しかったし、まあ、さすが、天皇皇后両陛下が泊まったホテルやなと思いました。はい、まあ、もし皆さんインドに来る機会がありましたら、ぜひ、タージパレスホテル、泊まってみてください。はい、じゃあまた皆さん、次の動画で会いましょう。じゃろー。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォロー、よろしくお願いします。